マリオメーカーやっていきたいと思います。今回はリスナーさんが送ってくれたコースですね。まだ二人しかクリアされてないコース。やってみましょう。くるくる回る感じですね。キノコが大事？ほう。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。まず上に行けと。なんかあるのかな？潰されて。うわ、むずい！また攻略しがいのありそうな感じのコース来たね。うわ、ん？なんか変な動きしたな。ああ、下にあるのか。あったのか。あぶね。さあ、入れましたと。なんか出てくるか？大丈夫か？ふうふう。あ、これ壊せる？壊せるのか？死にそうだな、でもなんか。うん、壊せたね。壊せたね。上に上がることも可能だよね。待って！危ねえ！ちょっと待って！危ねえ！この土管はでも入ることはできないよね。右にも行けるんだよな。キノコが大事。結局でっかいままで行けなかった。下どうなってる？トゲか。行った方が。うん、あいつが出てこない。あやつが出てこないね。ぶっ壊してもらって。落としてくるんだよな。うぃ、うん、入れた。今のはどんまい。ああ、Pスイッチ。うわ、キノコあった。ラッキー。でもヒップドロップできねえ、これのせいで。うわ。この下どかなかったっすよ。なかった、全然。ほっ、キノコ取ってないけど。うわ、これやだ。あぶね。上に上がれますね。うん、そういうこと。よし、こんなもん。よし、キノコでですよ、問題は。行ってもなんもねえだろうな。まあ飛んでみるか。あった。いや、右行って右でいいんだ。あぶねえ、またキノコ取り損なう。よし、でっかいままで入りたいんだが、こういうのが地味に難しいんだよ。ほらね。でもまたキノコもらえたぞ。右だな、行きたいのは。惜しい、あとちょい。チンスコ、これで少しタイミングをずらしたい。こんな感じで。ここに来るのか。頑張ってきて、頑張ってきて、ここか。え？あぶね。いや、今、神か。いや、ちょっと、あぶね。結局、ここかい。
被弾しちゃうんだよな、ここ結局。なんだっけ、この後。え、Pスイッチあった。この隠しブロックはずるいぞ、さすがに。どうしよう。あ、いいんだ。ここで、キノコ取って、冷静にキノコ取って、ここに Pスイッチ置いたら真下に行くでしょ。オッケーオッケー。今度ここに来るのか。うわ、被弾するな。うわ、なんかヨッシーの弾。ちょっと待って、これさ。うわ、さあ行きましょう。で、ヨッシーがいるから、これを落ち着いて、取る。多分食べれるよね。食べれまーす。で、踏ん張りでいける？お、いけた。雑食すぎるわ。踏んでいける？あ、うやっ！ねっていう。全部食べて、ふんばりーの。え？でかくりぼう。あ、これまずいんじゃね？多分トゲの中を突っ込まないと。そうだよね。これはヨッシー必要っすね。やばいやばい、気が焦りすぎて。落ち着こう、俺。落ち着いて、オッケーオッケー。目をちゃんと使う。ちょっと待って。はい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 、オッケー。はい、オッケーです。飲んでいきまーす。ここだけ幼稚。ほんとに。オッケー。自分意外とこういうの嫌いかも。キノコ取りまーす。ヒップドロップとかせずに普通に降りて、ここで行く。よーく見て。オッケー。で、踏んでいこう。入れない。おう。ヨッシー乗ってるとあれ効かないのかな？これヨッシー気づかなかったら絶対無理だよな。はい。で、これが、クリボーなんで。あ、なんかキノコあった。さっきこのキノコを取ってればクリアだったな。ヨッシーだったら多分乗っても大丈夫だよね。待って待って。あ、ヨッシー行っちゃった。お疲れ様でした。はい。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。